そこでもう塚本さん白羽の矢まあそうですね、まあ、本当はもう少し当時私30でしたから、はい、もう少しシニアな人が普通は行くんでしょうけども、先遣隊でしたからね、先遣隊ですね、ですけどもまあやはりいろんな事情があって、はい、まあお子さんがいる人は連れて行きにくかったんじゃないですかね。まあ当時今であればいろんな聖地、まあまあ、コミュニティにしてもこんだけ、ね、あの情報がありますからね、インターネット、まあ、当時はさほど何も情報もなかったですからね。ですから私は向こうにいるときに日本人学校を作りましたから、まあ日本人補習校ですけどね。補習校ですか。補習校を作りました。あら、日本人から日本からあの若い学生さん卒業生をですね雇って、はい、サンパウロからも先生雇って、うわ、で補習校を作りました。もうちょっと目から鱗ですねそのうちもちょっと2年ぐらいなんですけど、子供はあの補習校にアメリカなんですけど行ってましたが、もうそれがないと本当にあの長く住めば住むほど、そうです、ね、言葉がちょっとあやふく不安になったりとかしますね。そう思いますね。心もちょっとこう違ってきちゃうかもしれないですね。言葉は大事ですもんね。言葉はもう本当に大事ですよね、はいはい、国語、まあ、社会すべてその日本語でやるっていう、それを作られたっていう、で最後私が帰ってくる時に日本人学校の申請書を出して帰ってきました、はい、で一時期は日本人学校になってましたけどね。あ、もう今またみんなもうだんだん駐在が減ってきてますんで今並行になっちゃいましたけど、はい、ね、一番多い時は生徒さんの数が100人ぐらいになってましたね、はい、でも一人でも二人でもお子さんはお子さんですからね、本来は。でも経費的なものとかいろいろ日本語の教育をね、はい、やらないとこうやっぱり日本に帰ってきた時にまあいろいろ問題もあるというようなこともありますし、 それから社員が大体その子供を連れていけないですよね。ああ、そうですね、まあそれそういうのも一つのこう嫌がる原因だった、まあ、当時は特にそうですよね、まあ、そうですね、はい、それはお子さん生まれてたらそうでしょう ね、そうですね。じゃあそういうそこの整備もなさったっていう、まあ言っても過言ではな い、まあ整備というかまあそれ準備して、そうですね、インフラですよね、そのライフスタイルの、まあ、その時は補修校を作る頃には全部で他の会社の方もいらして、はい、7人さ一番最初立ち上げた時7人生徒がいましたね。そうですか。川鉄の人のお子さんが2人で、あと、5人が他の方だったんですかね。ああ、そうなんですか。で先生雇ってきて、やりました。なるほど。それで、まあ、領事館ですとか、その、まあ、ガバメントですね、そちらの方に、まあ行かれることも多く、そうですね、リオが、リオの領事館がご担当でしたけど、はい、よくリオに行ってお願いをしたりですね、まあ、逆に国勢調査のお手伝いなんか毎年やってました。あ、そうビトリアに領事館も何もありませんから、はいはい、ですから、すごいですね。そういうのもやったりしますね、はい、今のまさにビジネスコンサルティング、そういう、もう本当にブラジルから、まあ、世界的な部分としてのそのご経験があられるっていうことになりますよね。まあ、そうですね、若い頃から、まあ、そういう意味では海外との付き合いの多い、はい、部署に多くいましたですね。そこで今はNPO 法人の、空手の方を、まあ、守るというか、そうですね、はい、その辺、まあ、学生時代4年間空手をなさっていて、まあ、切り込み隊で、まあ、ブラジルというまだ整地されてない日本人が働くというところにご家族で行かれてと、まあ、奥様と行かれてという中で、まあ、日本に帰られてもう一回ブラジルに、2度行きましたですね、代表として、はい、行かれるんですよね、はい、そして今その空手の NPO っていう、はい、その4年間の空手のなんていうんですかね、ご自身のこう精神の鍛錬の仕方というのは、やはりどこの国に行ってもその辺のこう、そうですね、別に空手に限ることはないと思うんですけども、はいはいはい、たまたま空手だった、まあ一つ武道なりですね、スポーツなりでですね、はいはい、この肉体をそうどう言ったらいいんでしょうかね、極限までこういじめるっていうんでしょうかね、そういう経験をその若い時にやっておくということは私はすごくいい子じゃないかと思いますね。やはりまあビジネスでもあるいは芸術でも何でもですね、気力がなきゃやっていけないと、でその気力は結局万全の体力に支えられてないと気力って持たないと、どんなちょっとした風邪とかお腹が痛いぐらいでもですね、やっぱり記憶ってな
慣れちゃいますね。そうですね。で、気力が慣れたらですね、もうそれはもうなかなかいい仕事もできませんし、うん、交渉もできないと、はい、こういうことなんで、まあ、空手をずっと私今でもやってますし、はい、で大学の空手道部の、まあ、実はその空手の道部の OB 会、まあ、今は OG もいますんで、はい、OBOG 会ですけど、 OBOG 会の会長をずっと長いことやってまして、でそれを NPO にしたんです。あ、ですから NPO とそれから、まあ、任意団体の OB 会というのが、まあ、不足不利の関係にあるんですけどね。あ、ただ NPO ですから、これはOB 会はまあその大学の空手部の OB しか入れない、はい、ですけども NPO はもう誰でも入れるわけですから、その我々の理念に合えばですね、はい、どなたにも入ってきてなる、はい、で我々のその NPO の NPO 一空会っていうんですけど、 NPO 一空会のまあ理念を一言で言いますと、はい、文武両道を兼ね備えた国際的人材の育成と、こういうふうに言ってるんです。ですから、まあ、空手を強いだけではダメだと、やっぱり空手を通じて体力を養いなさいと、うん、でその厳しい稽古で鍛えた気力をずっと持ってですね、はいはい、でなおかつ日本国内だけにとどまっちゃダメだと、はい、やはり海外でもやっていけるというようなその国際的な人材になってくださいと、はい、これをその我々のメインテーゼといいますか、はい、テーマにしておりまして、うん、でまあ若い空手マンを支援指導していると、うん、それが今の NPO なんですけどね、はい、もう発足されて5年になりますかね。あ、もう5年になられるんですね、その当初、まあ、OGOB 会もあったでしょうか、大学の、ですけれども NPO にしようというきっかけっていうのはやはりその何か危惧があったわけですよね、まあ、もう少しですね、要するに、はい、やはりその法人格があるのとないのでは、うんうん、やはりその団体としての活動がですね、はい、違うんだと思うんですね。そうですね。まあ、例えばその国際的人材の育成という意味では、よく我々はその海外の大学とのですね、うん、交流を支援してるんですよ。あ、なるほど。もう10年以上前からですけど、シンガポールでやったり、うんうん、それから一時期はカリフォルニア大学ウクラのですね、はい、アーバイン校と、はい、やりました。ああ、そうなんですか。で向こうの人口っていうのは結構空手人口は世界多いですからね。そうですよね。もう世界中で空手やってない町はほとんどないぐらいですね。まあ、はい、先ほどのサッカーボールがあればいい、空手は空手は何もいりませんから、ボールよりも何もいらないっていう、素手でいいわけですから、素手でいいわけですからね、ですからこれも本当か嘘か知りませんけど、よく我々はまあもう勝手に誰だか言ってましたけど、世界のいわゆる競技人口、はい、一番多いのはサッカーですね、はい、2番目が空手と言われてますね。あ、そうなんですか。もう柔道なんかよりはるかに多いんですね。あ、柔道よりはるかに多い。野球なんかもう問題じゃないですね。野球はボール、グローブ、ミットをベース、まあ、ユニフォームは、ですから王さんが2回ですか、優勝した1回ですか、うん、日本が2回続けて優勝したら W、はい、ワールドベーシッククラシックですか、はい、クラシックね、あれ出てくる国も知れてますよね。あ、そうなんですよね、結局そうなんですよ ね、 そ、 うですね、うん、それに比べても空手はもう本当に全世界的な広がりを持っておりまして、うん、そうですね、はい、空手とか、まあ、合気道もそうですね、合気道もそうですね、柔道もそうですね、柔道もそうですね、まあ、またこれが剣道になってくるとまたちょっと違いますからね、剣道もちょっと手間暇かかりますからね、ありますからね、ですからそういう意味では、うん、そういう空手というその、まあ、まあ根本は殴り合い蹴り合いと言ってしまうとちょっと身も蓋もないんですけども、うん、そういうその体力をですね、はい、鍛えて鍛錬して、だけどもそれだけじゃなくてですね、はい、やっぱり国際的な人材になってほしいということから、ね、今はですねバンコックにチュラロンコン大学という大学があるんですけど、はい、これはタイの、まあ、最もいいと言われている大学なんですが、はい、そこともう7年間交互に毎年1回ずつ。そうですか、NPO を立ち上げる前から。前からやってます。前からもうそういう。やってましたね、はい。で、やっぱりその NPO をやり始めるとですね、そういう支援に対して企業とか、うん、それとかいただきやすいんですね、支援を。そうですよね。一般のその OB 会に例えば寄付してくださいっていうと、うん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 、企業がないですね。しかし NPO で、はい、国際的人材の育成をまあモットーとしてますなんて言っていくとですね。広いですものね。まあ
支援もしていただきやすいというのもありますし、はいはい、それからあの国の外務省とあれ経産省ですかね、あの外国団体に、国際交流基金という基金があるんですけど、はいはい、そこからも支援していただいたんですね。去年、去年、今年度と昨年度、うん、昨年度が50万円、今年度は100万円いただきまして、あ、そうですか。ですからそういうのも、ね、NPO にしてればですね、はい、やはりそのどういうんでしょうか、都知事にちゃんと活動報告と経営、うん、あの財務報告してますんで、うんうん、そういうことがやりやすいと、あ、んで、まあ、ね、NPO にすることによるメリットはいろいろありますね。理念はもう本当に分かりやすいですし、あの今逆にその日本にとっても欠落している部分っていうことなんですよね。それはもうね、はい、ずっと私大学卒業して44年間、43年間ですかやっておりますけど、やっぱり空手を志す人の数っていうんですかね、空手部に入ってくる人の数は減ってますね、はい。